はい。皆さんどうも、こんにちは。ダルちゃんでーす。はい。3回目のポッドキャストでございます。何回目ですって言えなくなるほどの回数を重ねたいなぁと。そのくらい頑張らないと、と意気込んでおります。はい。お話をする前にね、あのー、ちょっと皆さんに知ってい,いただきたいことがありましてね、YouTube の機能なんですけど、あの、CC っていうマークあるじゃないですか。そこのキャプション、キャプションをオンにしてもらうと、完璧ではないんですけど、でも見た感じ8割ぐらいは、あの結構正しいキャプションになってるので、その字幕っていうんですかね。あの字幕付きでとりあえず見れるっぽいので、難聴の方とか、あの、ーの方とか、字幕が欲しいよっていう方は、 あの、YouTube の機能のね、CC をね、ちょっとオンにしてみてください。もしかしたら、えー、まあ、今回もね、前回のビデオを CC にしたときは結構8割ぐらいは正しく表示されてたんで、しかも、あー、ええー、うんっていうつなぎのね、あの、鬱陶しい音もね、省略されてたんですよ。結構優秀だと思うので、それをぜひつけて見てみてください。お知らせに関してはここまでです。 えそうですね。実は、あの、今日ね、イベントがあったんですよ。私、全然告知とかしてなかったんですけど、あの、エイズ文化フォーラムっていうのがあって、もう30年近くずっとやってるらしいんですけどね。今日聞いたんですけど、あの、そこで多様性をお話ししよう、考えようっていうね、そういうパネルディスカッションの、まあ、ゲストとして呼ばれて、えー、行きました。 今日はね、あの、エイーズ文化フォーラムって聞いてうんって感じかもしれないんですけど、まあ、結構しっかりとした場所、あの、神奈川県民センターっていうところのホールを使って、そこでお話ししたんですけど、えー、実はね、あの、私今回3回目の参加だったんですよ。1回目は、まあ、コロナ禍もあって、ズームでやったんですけど、で、去年もやって、で、今年3回目で、 で、もう前からずーっと楽しみにしてたんですけど、私、かずえちゃんに会えたんですよ。やっと。かずえちゃんはもう5回もね、参加してるらしいんですよね。多分ね。間違ってたらごめんなさい。で、あのー、まあ、かずえちゃんのことはね、もうそのくらいの時期から私 YouTube で見てて、YouTuber のね、かずえちゃんにね、やっと会えたんですよ。いやー、もうマジ本当に、 あの実物はね、やっぱね、全然違いました。あの、私と同い年なんですけど、やっぱなんかね、若い、若々しい感じでした。でも話をしてると、なんか、あ、ためって感じするな、みたいな。まあ、ちょっとあの、そこは <laughs>、うまく説明できないんですけど、でもとにかくやっと会えて、も本当嬉しくって、 まあ、しかもね、自分のフィールドである多様性っていうこと。今回はね、あの、ハーフとか、まあ、そういうのよりかは、発達障害に関して、ちょっとたくさんお話をさせていただいたんですね。で、かずえちゃんは、あの、LGBT、えー、関連のね、発信者なので、LGBT に関することを話してもらって、 まあやっぱね、あの、私たちの共通点って言ったらマイノリティなので、まああの、そこに関しても結構突っ込んだ会話ができてね、ほんとすごく楽しかったです。いややっぱね、なんかオーラが違ったよね、カズえちゃんはね。ねもう本当私すごい前日からね、すごい緊張して、あの、カズえちゃんと、あと、あの、本来はね、 えー、もう一人ね、参加者がいたんですけど、ちょっとその方は体調不良で参加できなくなっちゃって、でその人とはもう10年近く知り合いなんですけど、ね、あの、その主催者として、えー、岩室先生、お医者さんなのかな <laughs> まあ、あの、その人を主催でやってるイベントで、1年に1回。えー、本当にね、あの、皆さんすごくね、 なんて言うんですか、白色があって、もう本当に賢い人たちばっかりなので、私はちゃんと話せるかなーって思って、なんか話ついていけるかすごいもう、自信なくて全然、それで胃がキリキリしちゃって、ご飯食べても食べてもね、すぐ消化しちゃうぐらい、胃酸がね、すごい活発だったんですよ。でよろくに眠れもしなかったけど、でも、 はえちゃん、あのー、まあ、今回ね、会ったの初めてなんですけど、話したの初めてじゃなくて、その1回目の時、ズームで1回ちょっと話したことがあって、うん、なんかやっぱすごい親しみやすい人でした。で、すごい自分の意見をしっかり持ってて、 ただなんかね、移住計画っていうか、まあ、拠点がもう一個あるんですけど、あまあ、なかなか今後は日本にそんなにいないのかなって思うとちょっと悲しいなって思うんですけど、とりあえず会えてよかった嬉しいイエーイ今日ね、そのエイズ文化フォーラムの中でも、私、話したんですよ。昨日話そうと思ってた、合理的配慮について。 えー、私たちマイノリティが常に感じていることっていうのが選択肢が少ないっていうことなんですよね。マジョリティの人はピンとこないかもしれないんだけどでも例えばですよあのー、車椅子の YouTuber さんで刺身ちゃんっていう子がいるんですけどその子がね、あのーまあ、車椅子ユーザーですから、あのー、エ,エレベーターになかなか乗れないっていうことをねあのー ツイート正直、その、私たちって、健常者として、まあ、体がね、大丈夫な人たちって、別にエレベーターだけじゃなくて、エスカレーターも階段も使えるわけじゃないですか。選択肢があるんですよ。オプションがいっぱいある。まあ、いっぱいって言っても3つだけですけど、でも、この、刺身ちゃん含め、えー、車椅子の人たちとか、ベビーカーの人たちとか、 えー、まあ私もちょっと前までベビーカー使ってたからすごいわかるんですけど、は、もう危険とかね、いろいろ考えても、エレベーターしか乗れないんですよ。エレベーターしか乗れない人たちが、ひたすら待たされてるっていうね。あの、もっとね、選択肢がある人たちがね、あえて私たちにしかないオプションをこう占領してしまってるっていう。それ、 どうなのよみたいな。なんかみんなが使っていいものって、確かにそれはそうなんですけど、でも、ルール上、あの、優先度は、やっぱり、それしか使えない人たち、それしか選択肢がない人たちが優先されるべきなんですよ。譲らないといけないんですよ、本当は。でも、なんだよとか言って怒ってる人たちが一部いて、傲慢だとか言って、いや、傲慢も何も、 選択肢がたくさんあるのに、あえてそれを選ぶ人たちの方が傲慢でしょ。<laughs> どこどうなんですかね。私はここはね、あの、絶対譲らないです。この件に関しては。だから、じゃあ、ベビーカ使う前はどうだったのっていうと、私、そもそもね、エレベーターが遅すぎて、 あの、全然来ないし、やっと来てもなんか人がいっぱい乗ってて全然乗れないから、だから私エレベーター大嫌いだったんですよ。絶対使わなかったんです。エレベーターが必要なかった時は。もうエスカレーターか階段あの、まあ、運動にもなるしね。別にそれはどうでもいいんですけど、エレベーターがそもそも大嫌いだったから、私の中ではエレベーターを使うっていうのはあえて選択肢から外してたんですよ。そう。で、まあ、私たち、 あの、マイノリティの一番の問題っていうのが、まあ、その主催者の岩室先生が最後にね、要点としてまとめた選択肢が少ないっていう。で、選択肢を少ない。じゃあ、これをどう補えばいいかっていうのが、ここで来る合理的配慮なんですよ。じゃあ、合理的配慮って、じゃあ、そもそもどういう意味って思ってね。 私ググったんですよ。英語ではこれをリーズナブルアコモデーションって呼んでるみたいで、2006年に、えー、国連の障害者権利条約に盛り込まれた考え方で、障害がある人が社会で生きやすくなるよう、ルールを柔軟に変えるなど、平等な機会を確保することで、社会の側にある障壁を取り除くことを言う。 社会の側にある障壁を取り除くですよ。これこれなの。障害のある方々の人権が障害のない方々と同じように保障されるとともに、教育や就業、その他社会生活において、平等に参加できるよう、それぞれの障害特性や困りごとに合わせて行われる配慮のことです。 私がね、ツイッターを見てね、気になったものっていうのをね、それがね、もともとのね、えー、トピックだったんですけど、障害者雇用のトラブル事例。障害があるということだけ知っておいてもらえれば大丈夫です。特に配慮事項はありません。という障害者が入社。たびたび休息を取るので、既存社員から勝手に休んでいると苦情が入る。 本人に聞くと特性上疲れやすいので理解してほしいと言われる。ここで言う合理的配慮。これ多分ね、本人もね、あの、何を配慮してほしいのか分かってないからだよね。こ、ここ合理的配慮が欠けてるみたいな感じの、なんか、やりとりがあったんですけど、まあ私がここで言いたいのが、なんかね、もう根本的にね、 ダメなの。<laughs> さっきも話したように、選択肢がなさすぎて、もう私たちもね、どうしたらいいのかわかんないのよ。そもそも私がここで物申したいのがね、例えば障害者雇用で、あの、私が、あの、ストレスなく、まともに仕事ができるようになるんであれば、じゃあ障害者雇用にしようかなって思って、えー、一回ね、申し出たことがあるんですよ。で、 ショックだったのが、まあ、そこはまともなところでね、収入は同じ。収入は同じなんだけど、違いは、えー、昇級がない。昇格もない。ずーっと同じなの。え、じゃあ、例えば、接客とか、まあ、どっかスキルがすごい長けてて、もう誰にも負けないぐらいのレベルなのに、それでも、昇級昇格はできないの。なんでかっていうと、他のところがダメダメだから。 ダメダメっていうか伸びないから。なんかそう,そう、そ、そもそもそういう評価もどうなのって私すごい思うんですよ。なんで総合的にできてないといけないのかそこがね、バランスがね、全然取れてないのよ。全部なんか平均的にできてないと、その、収入が上がるとか、レベルが上がるってことができないってどういうことって。もう合理的配慮云々の前に、選択肢がない。 だって、その、じゃあ、障害者雇用にしますって言っても、じゃあ、昇給もないし、昇格もないし、でも年齢は重ねていくわけじゃないですか。どん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 物価も上がっていくし、あの、税金も上がっていくし、それなのに収入変わんないんですよ。え、じゃあ、あの、障害年金もらえばいいじゃんって言ったら、じゃあ、それを満たせるかどうかっていうのも問題になってくるんですよ。普通になんか誰でももらえるもんじゃないからね、あれ。 障害年金って結構ハードル高いのよ。今の私のレベルだと普通の人と一緒に働けもなくないから、だから障害年金はもらえない。もう完全にもらえないんですよ、私。ってことはもう、ね、波の人についていくためにお薬とかいろいろ飲んで、ハンデを補って、必死に合わせないといけないです。 でもそうじゃなくて、例えば、じゃあ、私、接客業してるじゃないですか。レジとかそういうマルチタスクは難しいから、セルフレジと友人レジっていうのがあって、そこで2つ同時にやることは難しいから、じゃあ、その分接客がすごく上手だから、接客の方を専念してくださいみたいな。なんかそれぞれにね、特化した役割をつけて、それでカクカク伸ばしてもらって、パフォーマンスが、もうその結果が出ればね、 その分、じゃあ、あの、ありがとうございました。あなた、今回もすごい頑張りました。じゃあ、昇級します。昇格します。みたいな、こういうシステムで良くないって私すごい思うんですよ。代わりに、人と話して接客をするのは苦手なんだけど、でも、あの、そういう、なんて言うんですか、あの、マルチタスクは得意っていう人がレジをやって、そこで、あの、パフォーマンスを上げればいい。 でも、それぞれのことが同じぐらいできてないといけないどう考えても効率悪い気がするんですよ。どう考えても。で、今私が話した内容が合理的配慮なんですよ。みんな平等の権利を持っているんだけど、それぞれ活かせるところを活かして、補うところを補う。これで完璧。なぜそれができないのあ、ちなみにね、今の職場はね、 あの、自然とね、あの、そういう合理的配慮ができてるところなんですよね。だから私すごい助かってるんですよ。<laughs> 本当にもう、本当感謝しかない。で、しかもちゃんと、あの、障害者雇用じゃないから、あの、昇給昇格もできるんですけどね。ただ、なんかちょっとね、障害者雇用いらないよ。本当に。 私のさっきの、なんか個々の伸ば、なんか個々で活かせるところ、補うところっていうのを、こう、ちゃんとやれば、分配できれば、いいと思うんだよね。どう思います皆さん。<laughs> はい。では、ちょっとめちゃくちゃだったけど、合理的配慮について、えー、私の思うところを、えー、今日はお話ししました。 ではまた次回。さようなら。バイバーイ。